いや、これで1300円は、もうはっきり言います。安すぎます。はい。これ作った後に思ったことがあって、これ、チャンネル登録、メンバーシップへの登録をお願いします。皆さん、こっちです。ジェシオルゴムルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。レゴシティ作業用スペースメーカースーツです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売された新しいレゴシティです。2024年のレゴは宇宙をテーマにしたセットがいっぱい発売されております。中でもレゴシティが宇宙シリーズに特化していましたので、今回はこちらの作業用メカスーツを買いました。箱の時点でこのメカスーツめちゃくちゃかっこいいですよね。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は1380円でピース数は140個です。ではこちらの作業用スペースメカスーツを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。いや、これで1300円はもうはっきり言います。安すぎます。はい。組み立てにかかった時間は全部で20分かかりました。ではこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成。レゴシティ作業用スペースメーカースーツです。はい、シールを貼り終えました。ちなみにシールの枚数は全部で4枚で、かかった時間は1分もかかっていません。いや、これ下手したら今年買ったレゴの中でこれは結構上位に来るんじゃないかなって思います。まずはこのメカスーツについてくるミニフィグと装飾品と小型メカについて説明します。まずはこちらのミニフィグから見ましょう。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このミニフィグの胴体のプリントパーツがめちゃくちゃかっこいいです。この宇宙単位のミニフィグのアーマーなんですけど、確かレゴナイツだったっけな、レゴ、ネックスナイツだったかわかんないんですけど、あのシリーズに出ていた、鎧付きのミニフィグを彷彿とさせます。ちなみにこのミニフィグのアーマーを取り外すと、はい、こんな感じになっております。ここまでのプリントパーツの作り込みめちゃくちゃすごいと思います。はい、続いてはこちらの装飾品を見ましょう。ちなみにこの装飾品は、エネルギークリスタルです。全体をぐるっと見回すと、このようになって、おります。はい、そして最後はこちらのメカを見ましょう。ちなみにこちらのメカなんですけど、発掘メカだと思います。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。表面はこのようになっていて、この部分がカメラで、両腕にドリルアームがついております。そしてこちらのテクニックパーツでキャタピラ部分を再現しております。上から見るとこのようになっていて、この部分はシールで、この部分はプリントパーツになっています。あの、この部分のシールなんですけど、どうせだったらプリントパーツにして欲しかったなって思います。後ろ側はこのようになっていて、ちなみにこのクリアバイオレットのパーツはエネルギータンクになっております。この部分が残り残量を表しています。いや、こういう細かいところも再現してるのはすごいなって思います。どうせだったらエネルギー切れのマークのプリントパーツも入れて欲しかったなって思います。ちなみに小型メカのアームはこのようにぐるっと回転させることができます。ちなみに胴体は固定されていますので動くことはできません。はい、続いてはこちらのスペースメカスーツを見ましょう。まずこのスペースメカスーツのデザインがめちゃくちゃ独特な形をしています。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分になっております。この黒い部分がバーで、この2本がライトになっております。この部分にミニフィグを座らせることができます。右腕はこのようになっていて、この肩のスペースマークめちゃくちゃかっこいいですよね。右腕はハンマーになっていて、このハンマーのデザインは結構割とシンプルなんですけど、結構よく作られてると思います。そして左腕はこのようになっていて、左腕のこの部分はロボットハンドかなって思ってたんですけど、膝アームになっております。ちなみに背面はこのようになっていて、背面のこの金パーツがジェットエンジンで、このバックパックの部分がエネルギー装置になっております。ちなみにこのメカスーツには2本取り付いております。そして下半身はこのようになっていて、足の造形は少ないパーツで結構よく再現されてると思います。ちなみに足首のこのパーツはシールになっております。ここもどうせだったらプリントパーツにして欲しかったなって思います。ではこちらのメカスーツの可動範囲について説明します。このメカスーツにはボールジョイントがたくさん使われていますので、めちゃくちゃ動きます。まずレバーがこのように稼働して、肩がボールジョイントでこのように
ように動きます。でハンマーが十字ピンになってますので、このように動いて回転させることができます。左腕も同様でこのようにボールジョイントで回転して、膝アームが根元でこのように回転して、ハサミもヒンジでこのように動きます。背面のジェットノズルもこのように稼働させることができます。そして腰がこのようにヒンジで稼働することができます。足はボールジョイントでこのように動いて、このように広げることもできて、足首もボールジョイントでこのように稼働させることができます。ではこちらのメカスーツにミニフィグを乗せます。で閉じると、はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。いや、これミニフィグ乗せれるロボットとしては結構すごい優秀な方なんじゃないかなって思います。これ付属するミニフィグのカラーが目立ちますので、結構ミニフィグに目が行きがちになっちゃいますね。可動範囲を生かしてこのようなポーズを取らせることができます。このメカスーツこんだけ動いて、片足立ちでもこんな感じで安定して動くのはさすがだなって思います。はい、付属する装飾パーツとメカを並べるとこんな感じです。いや、これ装飾品とメカパーツがめちゃくちゃいい雰囲気を出してますね。これは素晴らしいと思います。で、これ作った後に思ったことがあって、これもう一個買えばよかったなって思います。このスペースメカスーツは初めてレゴロボットを作る人にはめちゃくちゃおすすめできるセットだと思います。じゃあ最後に大きさ比較いきましょう。レゴマリオと並べるとこんな感じです。大きさ的に言えばレゴマリオ、ほぼ2体分ですね。意外と大きいです。じゃあちょっとこれもうほぼ無理前提なんですけど、レゴマリオ乗せたいと思います。よっと。これまあ乗せてるだけなんですけど、結構フィットします。これあれだな、もう完全にマリオのメカスーツですね。はい、レゴシティ作業用スペースメカスーツはこんな感じです。はい、ということで、レゴシティ作業用スペースメカスーツを組み立ててレビューしていました。まずこのスペースメカスーツのコスパがとにかく最強で、これだけついて1300円は非常にお得だと思いました。スペースメカスーツ自体がそこそこ大きくて、可動範囲もたくさんありますので、これは素晴らしいと思いました。このスペースメカスーツは僕の中では結構傑作品だと思います。あとこのメカスーツ自体に使われているパーツが結構レアパーツだったり、レゴロボットに必要なパーツもいっぱい入ってますので、パーツ目的で買うのもありなんじゃないかなって思います。あとそれとこのメカスーツは今年の JBF までには2個目を買おうと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。